この後ラグビーはアイルランドのゴールウェイに本拠地を置くラグビーユニオンクラブである。現在スコットランド、ウェールズ、アイルランド、イタリア、南アフリカ共和国のクラブで構成されるユナイテッドラグビーチャンピオンシップに所属している。1885年アイルランドこの後の地域代表クラブとして創設されたのが始まりである。 当時他の3地域の代表クラブはすでに創設されていた。1995年、ラグビーユニオンのプロ化を受けて、アイルランドの4クラブもプロ化することとなった。同年初めて開催されたハイヌケンカップにレンスター、マンスター、アルスターは参加したが、アイルランドの参加クラブの枠が3であり、この後は参加できなかった。翌シーズン株大会にあたる欧州チャレンジカップが、 開催され、ウォーレン・ガットランドに率いられたこの後はこの大会に参加することとなった。1997から98シーズンにはプール戦をトップで通過し、準々決勝まで進む成績を残している。またこのシーズン限りで、ガットランドは高知職を退いている。2001年にケルティックリーグがスタートし、この後はこのリーグ戦でも戦うこととなった。 初年度から2シーズン連続で準々決勝に進むも、スコットランドのグラスゴー・ウォーリアーズ、マンスターにそれぞれ敗れた。2003年には、アイルランドラグビー協会が、経費削減のためプロクラブとしてのコナートラグビーを閉鎖することを検討したが、ファンなどの強い反対によりクラブは維持されることとなった。その後、チャレンジカップでプール戦を勝ち抜くことはあっても、資金不足もあって、 ヘルティックリーグでは会に沈むことが多く、2007から08シーズンからは3年連続で最下位に終わっている。2011から12シーズン、毎シーズンにレンスターラグビーがハイネケンカップで優勝し自動的に、翌シーズンの同大会出場権を得たため、規定により、同じアイルランドのコナートラグビーが繰り上がって、ハイネケンカップに初めて参加した。プール戦では5連敗で迎えた。 最終戦で、イングランドのハリクインズを破り初勝利を挙げている。また、同シーズンから、ケルティックリーグが、プロ12と名称を変えている。2013年、元サモア代表のパットラムがコーチの職に就いた。前シーズンのレンスターの成績によりこのシーズンも、ハイネケンカップに出場したこの後は、フランスのスタッドトゥルーザンを16対14で下し、このゲームは、 ハイネケンカップ史上最も大きな番狂わせの一つであると報じられた。2015から16シーズン、プロ12のリーグ戦で2位となり、プレーオフに出場すると決勝で同じくアイルランドのレンスターを20対10で下し創設から131年目にして初のタイトルを獲得した。優勝から1回2021から2022のスコットは次の通り、 ありがとうございます。